こんにちは、ベンジです。マーベラスの続きをやっていきます。今回から2章ですね。砂漠なのかな、なんか荒れ果てた地で、なんだっけね、インディオの、おどこいつ、許さねえ、うらダメか、あもうそこに近寄れないってことだな。もう近寄るとスタンバるもんな。ああダメだ、やめとこう。あ HP 減ってねえ。あ完全にそこを通らせないようにするためだけのやつか。なんだろうねこの墓。町のために戦った英雄クリストファー・ベンソン、ここに眠るって書いてある。え海賊ベンソンって確か2章のねえ、2章のサブタイトル海賊ベンソンとかじゃなかった？俺の名前に似てるとか言ってて、こういうとこ入れねえかな。おわーし。今のよく見つけたな。ねえ、確かベンソンって人がこの、あ、町だね、この2章のサブタイトルで合ってたと思う。聞いてくれよ、この町も山賊に襲われるまでは豊かな町だったんだが、今じゃ荒れ果てて作物すら育たねえよ。町がこうなったのもみんな忌々しい山賊どもが悪いんだ。え、ちょっと待って、そのサブタイトル海賊ベンソンって書いてたと思うんだけど、山賊？海ねえの？いや海はあるか、船で来たんだもんね。西にあるボロッチー墓は昔町の宝物を盗んだ山賊の頭のインディオの墓だ。すぐに捕まったけれど、あのカラスのとこか。最後まで町の宝物の隠し場所は喋らなかったな。人の良さそうな顔をしてたけど、まさか山賊の頭だったとは。あーなんかそれ多分あれだね、誤解受けてるね。うん、入れねえよ、入れない。あ、ラクロ発見。結構こういうとこに隠されてんだね。ここは入れるでしょ、3階に。何してんの？あいにく水は町にはこれだけしかないんだ。もっと昔にインディオの言うことを聞いて井戸を掘っておけばよかったと思うよ。町に水がこれだけになるなんて、畜生、戻れるなら昔に戻って井戸でも掘りたい気分だよ。まあ、昔のことを悔やんでもね。どうしようもないから、未来を見ていきましょう。ああ、それは昔井戸を掘る機械を作ろうとして集めた部品なんだけど、肝心の設計図なくしちゃって、今じゃ単なるガラクタ。欲しければやるよ。あ、ちょうだい。本当はこんなガラクタ持っていきたくないんだけどね。あ、持っていたくない。え、持ってこうよ。博士なら作れるよ、きっと。博士、何でも作るからさ。あ、ここも入れないんだ。このバッテンになってるとこは入れないっつうの。あ、ここも入れねえか。鍵だもん。ドアに鍵がかかっている。なぜこの屋敷だけ鍵がかかってるんだろう。まあ、普通鍵かけるよね。あなたは？おやおや、かわいい旅人だね。何か妖怪？この町は昔、海賊をして生活をしていたんだよ。穏やかじゃないね。海賊をして生活してた。部屋の中に色々あるから見ていくといい。はい。とりあえずこれは？なんだい、それかい。これは、誰だろう、子供を連れたこの綺麗な人は。え、このおばちゃんじゃねえの。あらやだ、綺麗だなんて。私だよ、あたし。私の若い頃のだけど、昔からちっとも変わってないね。うん。これは？私の一人息子だよ。名前はブルっていうのさ。数年前、父親と同じ海賊になると言って町を出たきり。今はどこで何をしているのか。キングブルじゃねえの？キングブルだ。え、筋肉見せびらかしてるしね。どこかの島で倒れてなければいいけど、倒れてる。今、絶賛倒れてるわ。ブルンチか、ここ。海賊に関する本ばかりなのだろうか。How to 海賊、読んでみたい気がする。いや、いいよ、そんなの読まない。これは？
なんだい、それかい。これはおじいちゃんが書かれているんだよ。おお、確かに。いかにも海賊って感じのおじいさんだな。私の亡くなった夫もこのおじいちゃんとそっくりの顔をしていたよ。血は争えないもんだね。へえ、そうなんだ。これは船だね。海賊船の模型だ。ちょっぴり欲しいな。確かに欲しい。この介護する。あ、違うか。これ本棚なの。これベッド。おばあさんのベッドかな。僕らもベッドで寝たいな。あー、そっか。今船で寝てるからベッドとかねえんだな。なんかかわいそうにね。こんな小学生くらいでしょ、この子たち。おお、ここにも。あ、食らわない。邪魔な犬だな。ここから先は死の池と呼ばれる場所があって危険だから通さないよ。お、いいやつじゃん。これはいわゆる犬の餌入れってやつだな。生意気な犬だ。え、なんで。え、すげえいいやつじゃん。あ、ここ通れるようになったら上行くのか。え、違うな。これどっから通んの。そういうことかな。ほい、よいしょ、イエーイ。ちょっと今のもは天才的だったな。じゃあこっちはとりあえず何もないと。下は何してんの。この家はどうやって入っていいのかわからない不思議な家なんです。不思議な家といえば、東の方に大きな屋敷があって夜中になるとどこからかたくさんの時計の音が聞こえてくるんだって。怖いでしょ。怖い怖い怖い。屋敷は東の方にあって隣におばあさんが住んでるからすぐわかるわよ。あそこの鍵かかってるとこ。え、どっから入るかわかんないってこと。入り口ねえのか。え、ちょっと待って、外周ちょっと触ってみるか。あー、ダメだね。ないよ。あんたは昔は良かった。わしらが海賊をしてた頃は、時は、ここに緑に覆われ、豊かな町だった。あの宝物さえ山賊どもに取られなければ、今頃、財宝の山に囲まれて暮らせたのにの。しかし、海賊が山賊に宝物を盗まれるなんてシャレにならんの。確かにね。おい、出番だぞ。ふい。イェイ。いいね。釣り竿便利すぎるだろ。じいさんどかしゃいい話なんだよ。あ、ポリ、ポリだ、ポリ。こんにちは。よくはわからないが、この女性のお子さんが町外れのインディオの娘に誘拐されたって言うんだよ。娘のところに行くには東にある死の池を通らなければならないんだけど、死の池は怖いから行きたくないな。おい、ポリ、何言ってんだ。君たち私の代わりに行ってきてくれないか。さすがにインディオの娘だって子供には無茶しないだろうから頼むよ。いいよ。池の入り口には私の愛犬が番をしているけど心配ないよ。あいつは餌さえ食べていれば機嫌がいいんだ。ほら。骨。あ、なるほどね。餌箱に入れた。犬の餌の骨をもらった。自分勝手な保安官だな。そうそう、私の犬は餌を食べるとすぐに寝ちゃうから気をつけるんだよ。どういうこと。何に気をつけるの。え、ちょっと、これ保安官と喋ってるな。よっ。うわ、早くうちの子を助けてほしいザーマス。うちの子に限ってあんな危ない死の池に一人で行くはずがないザーマス。きっとインディオの娘に騙されて連れて行かれたに違いないザーマス。だってあの子昔街を襲った山賊の娘なんザーマッショ。ザーマッショ。早く死の池の奥にあるインディオの娘の家に行ってうちの子を助けてほしいザーマス。なるほどね。よし、じゃあ行くか。もう全部家入ったかな。入ったっぽいね。あーと、じゃあ時夜になると時計が鳴るっつって、まあいいか。なんか昼夜の概念は今んとこないもんね。よし、餌だぞー。かわいい。で、寝るんだ。しめしめ、これで先に進めるぞ。寝たね、すげえな。
この犬食べるだけ食べてさっさと寝てやんの。一度寝たら動きそうもないな。ふうふうふう。よし、行こう。おい、博士、よし。おわ。これは、死の谷だね。こっちかな。あ、ダメだ。これ、敵？ぶつけて。ダメか。どうなんだ？お！動くよ、これ。え？あ！あ、HP 減るね。お化け草の根っこの一部のようだ。どのお化け草の根っこなんだろう。蹴ってみるか。OK。そりゃ。あ、そういうこと？こう、連携プレイってことだな。よーし。そういうことですね。ラックロックになる。え、美味しい。超美味しい。これ落ちたらどこ行っちゃうんだろうね。これで穴埋めれんのかな。あ、埋めれない。違うんだ。え、これ蹴ったらどうなる。はっ、マジ。オッケー、連携プレイでいこう。これ蹴ると、あー、わかったわかった。じゃあここに配置しとくか。これで、ほら、よし、いいぞ、連携プレイ。ラックロック、よし、集合。こっちはもういけないね。じゃあここでこれを蹴っ飛ばしながら、あ、ティオン、ティオン、あ、もういいのか。じゃあここを配置して、ここだ。はい、よっしゃー。これ下になんかラックロックあったりするかもしれないから、一応全部蹴っとく。おら、仲間に当たるじゃん。これは？ダメ。ああ、ごめんごめん。よし、次。うん、なんもない。え？いけないじゃん。え、落ちてみる？落ちてみる？もういけないもんね。あ！そういう感じ？はあ。どうなってんのこの穴。全く原理がわからん。え、っていうか、みんなどうしたのよ。一人ずつしか行けないの。こいつちょっと違う方行ってみる。はあ、うわあ。ああ、戻ってきちゃった。オッケー。どこ入ったっけ、下？あ、ハズレっぽい。ハズレっぽい。あ、めんどくせえ。あ、めんどくさい。お、降り立ったね。あ、これか、家って。じゃあ、こっから戻るか。あ、ここ入れた。オッケーオッケー。じゃあ、これを、え、ちょっと待って、これさ、あ、蹴っていいんだったら、これを、あ、これダメ。これ、どこで繋がってんだろうな。なるほどな。これ難しいよ。じゃあ、彼はこうだ。こう行って、ここ入れば、ここ来れるから、トントン。で、これを蹴ってみよう。ダン。これじゃねえか。こっちか！うわ！そこじゃダメじゃん。あ、オッケーオッケーオッケー。わかった。じゃあ、こいつを戻して、この子こっち行くよ。あ、岩復活すんだね。こうして、レレレレレレ。はい。これだ。これを蹴っ飛ばして。あ、違う。ほら！よし。オッ
OK。 そしたらこれも壊せんじゃん。ほら、いいね。あ、食らうんかい。 OK。 そしたら、あー、じゃあこのデブッチョを置いて、あー、わかった。あと2つしかないから、これはこいつってことだな。よいしょ。はい、大正解。じゃあデブッチョに戻ってきてもらおうか。いや、すっきりしたね。ここ何？あ、なんでもねえや。ここはいけ、お前いつまでそこにいんだよ。下だっけ。あ、いいね。あ、めんどくせえ穴入っちゃった。あ、待って、そこ、あ、釣りじゃないね。上行ったら、取れる。よし。ここ何？お、サソリ？うわ。あ、いやあ、無敵時間があるよ。でもこれ、ラックロック、乱獲できるぞ。でも、一回倒したら、もう、あれかな。復活しねえかな。めんどくせえな。え？何あの1って。あ、1じゃねえのか。ラックロックが透けて見えたらいいか。いいね、いいね。ラックロックめっちゃ溜まる。どうせまた、え、っていうかさ、そういえばラックロックって、何先生だっけ、あの先生が好きだっつって先生にあげるために最初集めてたんだよね。一回も渡してないけど。よし。ああ、一人置いてくれよかった。うわー、帰り道作っとこう。こっちから蹴ってやって、オッケー、これで全部やっつけたな。よし。あ、ディオンがちょっと死にそう。よし、これで誘拐犯、白状しろ。お、あ、止まった止まった。かわいい。死の池のお化け花を倒したのは、あ、あなたたちなの？すごいわ。この子も私のところへ来ようとして、死の池で迷子になっていたところを私が助けたんだけど。よかった。これで無事にこの子をお家に返すことができるわ。いい子じゃん。早くこの子をお家に返さないと、きっとお母さんが心配してるはずよ。うん、そうざますね。お前なんか生意気そうな顔してんな。町の人はシスコ姉ちゃんの悪口を言うけど、シスコ姉ちゃんは悪い人なんかじゃないよ。僕にいろんなことを教えてくれるんだ。町の人はみんな嘘つきだ。シスコ姉ちゃんは悪い人じゃないんだよ。本当だよ、信じておくれよ。あ、ごめん、生意気な顔とか言ってごめん。いい子だったわ。お兄ちゃんたちもシスコ姉ちゃんと話をしてみてよ。そしたら悪い人じゃないってことがわかるから。わかった、もうわかった。ごめんなさい。あの子の言ったことは気にしないで。町の人は昔、私の父が町の宝物を盗んだことを怒っているの。仕方ないわ。でも私は父はやっていないと信じている。父の眠る墓には誰一人訪れない。可愛がっていたカラスだけが見守っているわ。あなたたちにお願いがあるの。よかったら私の代わりに父の墓にこの花を届けてもらえないかしら。お願いします。いいよ。町行ったらあれだな。石投げられるな、この子。シスコさんから花を受け取った。ああ、行っちゃったよ。ありがとう。この花は父が好きだった花なの。カラスもこの花を見ればきっと私のことを思い出すはずよ。マジ、つつかれない？本当は私がしなくてはいけないんだけど、町の人のことを考えたら外に出ていけないの。いや、優しい子だね。みんなの、警戒心を煽らないように、わざとここで一人で住んでんだ。なるほどね。
帰り道はもうできてると。なんかすんなりクリアしたね、ここ。町外れ、町外れ。あ、まずさ、お礼もらってこようよ。おい、お礼をください。よっ、お姉ちゃんたち、シスコ姉ちゃんは悪い人じゃないって言ってあげてくれよ。いや、聞かねえと思うよ。シスコ姉ちゃんはいい人だよね、ね。俺は分かったけどさ。よかったぞ、アンマス。よかったぞ、アンマス。やっぱりインディオの娘が犯人だったでしょ？親の血を引いて本当恐ろしい子ザ、アンマス。かわいそうに。うちの子はびっくりして本当のことが言えないザ、アンマス。やっぱり無駄だったか。いやー、君たちのおかげで助かったよ。無事に子供も戻ったし、めでたしめでたし。また何か困ったことが起きたらおいで。ほんと君たちのおかげだよ。いや、ダチンくれねえのかよ。ラックロック30個分くらいの価値はあったと思うんだけど。じゃあ、町外れの墓に。よっ、あれ、つつかれてるぞ。え、なんで？装備してないから。え、なんでよ。ちょっと。おいらの目が黒いうちは、墓には指一本触れさせないよ。このカラカスがいる限り。あ、ここでアイテム使うんだな。はい。花束だよ。シスコの花だ。インディオの親子は悪くない。シスコも綺麗な優しい子。おお、よくわかってんじゃん。シスコちゃんは可愛かったね。あはこいつも可愛いとこあんじゃん。スリスリしてんのすごい可愛かった。カラスは頭がいいからね。大悪党山賊インディオの墓って書いてある。あれ？なんだこれ？お墓の石の間に隙間が空いてる。よく見ると何かあるようだ。あ、動かすのか、もしかして。行くぞ、行くぞ。チーマーク。よし。どうすんの？こっち？わお！骨だよ、多分それ入ってんの。墓の中から何か出てきたぞ。古ぼけた謎の写真。ほほう、写真ですか。ああ！たぞ。それにしても古い写真だな。この人たちは一体何なんだろう。それと男の人が持ってるものはもしかしたら、これ左のやつキャプテンマーベリックだな、多分。で、右がインディオのお父さんなのかな。そうだ、町の人なら知ってるかも。もう誰に聞くべきか俺は分かってるよ。あのおばあちゃん、どうせおばあちゃん以外に見せても、あ、こいつが宝をやっぱり取ってたんだっていうだけだから。おばあちゃん。よっ。写真。おやおや、この写真はどうしたんだい？え、ちょっと、これ。初めて会った時は人のものを盗むようには見えなかったんだけどね。あ、違うわ。こっちか？え、違うか？あ、やっぱり、あ、そっか。マーベリックじゃなくて、クリストファー・ベンソンがこれか。へえ。時を操れる人間に会った、なんて。え？時を操れる？夢みたいなことを言って結局騙されちゃったんだよ。これは、夫が見つけた財宝のありかを記した玉だよ。私の息子もこの玉を見つけに家を出てっちゃったんだよ。違ったか。え、じゃあちょっと違う人に。保安官、いや保安官もな、否定派だからな。井戸は？井戸の人は？あんたちょっと見てくれないか。井戸を掘れって言ってた人はこの人ですか？この写真は街の人にはもう見せたのかい？今から言うことは誰にも言ってはいけないよ。
君たちは町の人と一緒で信じないかもしれないが、本当に飲料は時を操ることができたんだ。今でもその時使われてたタイム部屋が町にある鍵のかかった屋敷の中に残っているはずだ。時を操るにはどうやったらいいのか知らないけれど、飲料が書いたメモはここに残っているんだ。お、いや、当たりだったか、このおじさん。戻ってった。そうそう、屋敷の鍵はその家の奥さんが持っているはずだ。この紙、よし、何かの絵が描いてある。時計だね。10時からマイナス30分で9時半で、プラス30分で10時半。なんか当たり前のことが書いてあるけど、選べねえ。あ、これ見るだけなんだ。おばっちゃん、鍵くれ。あ、おばちゃんいねえぞ。何してんの？え、何してんの？ちょうどよかった。あんたたち、この部屋の掃除を手伝っておくれ。年を取るとなかなか力が出なくてね。掃除の内容はここに書いておいたから頼んだよ。臭いよ。2つの窓を拭く、穴を板で塞ぐ、テーブルを左にくっつける、以上といったところで、ちょっとこれ時間かかりそうなんで、今日はここまでしようかな。ちょっと明るいところで。よし、はい、時間もいいくらいなんでね。じゃあ次回ここを掃除して、多分ここを掃除したら鍵をもらえて、で、あん中入ったら、時を操れる。過去に行ったりできるのかな。はい、ちょっとわかりませんが。次回、ここの部屋の掃除をします。はい、ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は、左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。